こんにちは。先日ボーダーコリーのアンダーコートを取るというので、こちらのピロコームという商品で、毛をかき取っているところの動画を上げたんですけれども、ピロコームさんの商品は新しくこういった形で、バージョンが変わったというのが、分かりましたので、今度はこの新しい方で試してみたいと思います。でこちらの方が、毛の長め長毛種用のタイプで、こちらが一応短毛種用の柔らかめというタイプなんですけれども、ご覧の通りに櫛の間隔が違います。で、まあ、どっちが取れやすいかなっていうところでちょっとトライしてみようと思います。まずはこちらの長毛犬種用の方からやってみましょう。失礼。こんな感じなんですけれども、やはり隙間がちょっとあるせいか、若干こんな感じでついてますね。なのでちょっとこちらの柔らかめっていう方で試してみましょう。こんな感じです。柔らかめの方が櫛と櫛の間が狭いので、飛び散りが少ないように感じますね。おそらくこちらの方はもうちょっとカーリーな、ロン毛の子だったら合うのかもしれないです。でニコルさんどちらかというと、ストレートな長毛種なので、こちらだとちょっと間から抜けちゃう感じはあるかもしれないですね。なのでニコさんの場合はこちらの柔らかめがちょうどよかったようです。ありがとうございました。